元禄風花見踊りというのは本当なんだそうです。風イタリア風とかアメリカ風とかですね、それと同じ元禄風、ということですね。なんでか元禄風っていうかっていうと、これが明治の11年に越された曲でございますよね。越されたなんて今の人は使いませんね。少し江戸っ子が入っておりますんで越された、ね、明治の11年に越された曲でございます。明治から元禄を思い出しながら作ったと思う元禄風ということですね、明治11年は何年かと思います。1878年、150までかないかなぐらいの前の曲でございまして、これは新富座、新富座の開場式、まあ江戸三座とか五座、この頃は五座ですね、多分ね、そのさっきの中村座があったか、森田座とかですね、いろいろあったんですよ、五座、それがあったんですが、要は中心からね、都の中心、だから浅草とか、まあ今は中心ですけど、そのあっちの方に、芝居をやってるのやられてたんです。本当は真ん中にあったんです、もっとね。やられてた、いろんな関係で向こうのところにやられてたのが、今度新富座を作るということで、新富座が唯一こう新富町というか、歌舞伎のちょっと先の、新富町の駅があるでしょ、新富町の近所です。あそこに歌舞伎小屋ができたんですよ。それがみんな浅草の方にあったんですよ。で、つまり新しいというか、新しい時代の現れでございますが、開場式のために作ったと言われている、作った長唄でございます。戦乱がなくなり、幕府の力が安定し、賃金が、貨幣が経済、貨幣とか経済の中心となったですね、貨幣とか経済が中心となった1600年代の終わり、つまり、最初は、大阪を中心に元禄文化は文化には一気に元禄文化は一気に花開きました。そうか、元禄文化ってのは一気に花開いた、経済になりましたからね、朝が来るの頃で話だと思いますよ、なりました。それで、派手で大胆なデザインの着物やセンセーションのようなこういうものが、芝居や浄瑠璃、そういうものが、非常に流行ったわけでございますね。その文化の中心となったのが貴族とか武士とか、ではなく商人、しかも経済の発展でございますから、商人が中心となって、日本国というのが生まれ変わってきた時代なんではないでしょうかということでございます。それが時代の主役になりました。その頃というのは、花見をするということがとても一大事業なわけです。その家庭において、一家において、花見行くぞっつったら、はいことでございますね。でも何枚も何枚もお嬢様とか奥様とか何枚も何枚も着物を持ってって、着物を着替えたんだそうですよ、上野の山の公園で。こうそうなんですよ、本当にこう、なんか、なんていうか、こう着物をかけるとか、なんとか、こう要は、柵を作りまして、柵というか目隠しを作りまして、な、目隠しを作りまして、なってなって言われてもしょうがないですけど、なんで作りまして、それでそこの中で着替えて、何遍も何遍も着替えてお色直ししてっていうね、それもなんとなくこう、なんか何、あそこの奥様いっぱい着物着てるから買えるんでしょというんじゃなくて、なんかこういうふうに豊かになっていいじゃないっていうことをみんなで楽しんでいたという良き時代だったんだそうでございます。駆け出すような前引きは新しい時代を迎えた胸の高鳴り、花見踊り聞いていただきですね、一番最初に前引きというのは、一番最初の前奏、タラタン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 っていうの、駆け出すようだっていうのは本当に素敵な言葉なんでね、思いますけれども、そういうふうに入ってるで、花見踊りはタンタタンタタタタタンタンタタタタタタタと、皆さんがよく知ってるメロディーでございますね。これは花見踊りの曲、メロディーでございますかね。唯一、日本も本当に有名によく知ってるからね。その花見踊りを全曲演奏させていただこうと思います。花見踊り聴いてください。